デュオパーク FC は、宮城県仙台市泉区を本拠地とし、泉パークタウンを中心に活動する、特定非営利活動法人泉パークタウンスポコムクラブによって運営されている総合型地域、スポーツクラブである。本項目では主にサッカー部門を中心に、クラブ全般並びに、男子トップチームについて記す。サッカー部門は、スクール、ジュニア、ジュニアユース、 ユース、男子トップチームが活動しており、その他、野球部門や、バスケットボール部門、フットサル部門、バドミントン部門などの部門も存在する。それらすべての運営を特定比営利、活動法人泉パークタウンスポコムクラブが行っている。男子トップチームは、2008年に、東北理工のサッカー同好会であった理工、東北 FC を母体に設立。 宮城県社会人、サッカーリーグ一部に参戦する。2014年に宮城県社会人、サッカーリーグ一部を制し、初の東北社会人、サッカーリーグ二部南に昇格を決めるが、2016年の東北社会人、サッカーリーグ終了後に一時活動を休止する。2018年より活動を再開し、仙台サッカークラブリーグに参戦している。 運営は常実の通り、特定非営利活動法人泉パークタウンスポコムクラブが行っている。設立は2005年3月21日で、当時はゴルフ練習場の運営が中心であった。その後、2008年にサッカー部門を開設し、男子トップチームとしてデュオパーク FC を設立、翌2009年4月15日に NPO 法人化し、 特定非営利活動法人泉パークタウンスポコムクラブへ解消、サッカー部門においてジュニアを開設した。スポコムとは、スポーツとコミュニケーションの頭部分を取った造語であり、スポーツを通じて、住民同士のコミュニケーションを活発にし、街づくりにまでつなげていきたいという思いが込められている。また、クラブコンセプトで愛称でもある、デュオとは、イタリア語で、 二重層という意味から、スポーツが得意な人も苦手な人も自由に参加できる場所を意味する。ありがとうございます。